フェンネル VS スカーズもう一回見とこっか。俺のプレイの脳みそを解説するっていう、なんか戦術がバレない程度に脳内解説しとこう。あ、まあ、あの、サンセットはウォーミングアップなので飛ばします。言うことなし。これね、ゴンの代表するプレイの一つ。はい。で、これで、ラウンド始まって、20秒ほどで、まあ、ちょっとね、削られてしまうと。フェンネルが。削られちゃう。で、2v5 になってしまう。2v4 か。2v4 になっちゃうっていう、まあ、振り盤面。で、まず、まあ、この、A の本陣が潰れた時点で、まあ、なんかすでに A に集まってるっていうのが、ミニマップの情報で得られてたから、行かないようにしてたのよ。スパイクは、まずウルトで取れるじゃん。多めのウルトが溜まってるから。でそれで、先にエリアを取ってから、まあ、スパイクを拾おうという。まあ、なんか典型的な多めのムーブを、まあ、しようと思って、スパイク、なんか、3人ぐらい重なってると事故で取れないから、まあ、それを防ぐためにちょっと早い段階で、で、拾っておいて、で、俺は、まあ、A 結構人いたけど、まあ、1人は残ってるな、B って思ってたんだよね。で、1人で押さえてる時って結構アングルが限られてくると思わない。こっち側に、まあ、3人ぐらい。で、こっち側に1人だとするじゃん。で、そしたら、まあ、バロの基本的なルールのうちの一つなんだけど、一人側の人間って死なないように動かないといけないっていう。例えば、まあ、ジグルだけして、ジグルっていうこう、点だけゲットして、敵がいるかどうかの確認だけをして下がるみたいな。そういう動きをするしかない、一人側の人間って。なんか一人で、例えば、こういうポジションにいるとするじゃん。で、それでこうやって上がってきて、戦うとします。で、こいつが、やられるとするじゃん。そうなると、もう 2v3 になるわけよ。で、そのファイトって、めちゃくちゃもったいない。だから、一人の人って、まあ、なんだろう、基本的に、死人だけを取るっていうポジションにいるわけ。だから、いるとしたら、まあ、ここら辺のポジションか、まあ、ここら辺でジグルしてるか、敵の入りだけ見てるか、まあ、どっちかかなと思ったのよ。だから、イエローはクリアしてない。いないと思ったから。かわいそう、これ。ということで、リスクある動き、デリアリが2投上がります。はい、いました。で、これね、マジで、うまい。これ自分で言うのはあれだけど、これマジで、ちゃんと頭動いてるなって感じたんだけど、僕パラ入れるじゃん。で、こいつ殺しに行かないで、パレンしか奪われています。そしてキッチンに入ったデリアリ。これ先に CD 殺すっていう。これ熱すぎない?これ。俺やってて、俺結構うまいなって思ったんだけど、これで、バイパーも倒せれば、まあ、一回流すか、一回流すか、ごめん。引くあれ。一回流してから解説した方がいいね。そのあれを追いかけるコン。イエロー1が分かった。そのままサイト裏に設置です。こうなるとフェンネル側に大きなチャンスが生まれましたね。そしてスパイカメラ。これで、2人は、3人映りたくないですね、このカメラに。いや、レコニング、取りに行くのはスカーフ。宇宙に行った。手前、先に勝負、引けたコン。待ってる。ゴー。体力12。ゴー。これがゴー。笑顔を見せて吠えた。非常にうまいですね、彼。これなんでパラ打ったやつを狙わなかったかっていうと、もうすでにスパイクを取って A にしばらくアクションがなかったじゃん。で、この時点で、A 側の人間が、まあ、一人 B に寄ってきてるだろうなって思ってたの。で、それで、こいつにパラ食らわせれば、このバイパーの人間が焦って、パラ、ブラインド、ブラインドみたいな。で、それで、焦って寄り側の人間が、急ぐなって思ったんだよ。油断するなって思ったから、これ先に CT になった。で、その後、このバイパーが、なんか多分ちょっかい仕掛けてくるだろうなって思ったから、まあちょいキル狙おうかなと思ったんだけど、まあうまいこと逃げられたから、まあそれは置いておくのよ。イエロー1が分かった。で、それで、今、味方のサイファーがキッチンから上がってきたから、これ多分 CT ないなって思ったんだよね。時間的に。だから、考えられるのは、オレンジかメインからかってことじゃん。だから CT はもう割り切る。こういう時って割り切る動き大事だから。で、これ敵のウルトを確認したのよ。で、ハーバーウルトと、まあ、相場のウルトがあったわけよ。これって、めちゃくちゃこっち側のエリアが狭い。CT 側しかないじゃん。俺らのエリア。これ CT でずっとこもってるだけだと、
ハーバーのレコニングだけでやられちゃうんだよ。だから絶対動かないといけないなって思ったの。だから俺はウルトで潰されるなこのままだとって思ったから、この CT からこのブリッジのところにシュラウドステップして TP して、これでキッチンから回っていって、で適当になんとなくスモーク出しておいて、このカメラにでこのまま上がって、ワンピック倒して、で下がって、でもうこれで 3v2 から 2v2 になって、でここでキルして、もうやばい、めっちゃゆっくりなのうるさかった今、回ってキルという、もうなんでこれなんだよ、それあのシュラステしてブリッジ行ったのがマジでうまかったなって我ながら思った。であと俺結構テクいなって思うシーンも見せるわ俺が。これ結構みんなも参考になると思うからちょっと見てってほしいんだけど、まずラウンド見せますね。まずラウンド見せます。そう、最初に流しで見せる方が大事だよね。ごめんね、さっきね解説しながら流しちゃったからごめんなさい。完璧にリテイク、 A ショートを2名で見て B メインプッシュ、はいはいはい、アルティメットに頼るというよりはまずはミッドから体動線いきます。3人見えました、どこれね、あのデリとミゾ、あの X フィールドコミュニケーションエラーでデリが一瞬出たらしい。ただそこも先ほどピンを打ってスカートは警戒してました、はい、危なかったね。少しアクション起こし相手の動きを見る、マジぶち切れるところだった俺が。そしてリコンボルトがここに入る、危ねえ。映るか、映らない、ただまだいるのは分かっています。お互い駆け引き、1名映った、お互い駆け引き行いながら様子を見る。ゴーンすごいポジション入ってますね。敵の位置は映っているものの、今度は B を詰めてアランボットを発動させたショータ、それとすれ違う形でミッドを詰めている。ゼロポイント破壊、ブレードさんはまだ生きています。クラッシュからの勝負、勝負を仕掛けた、バラの矢もカバー、おー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 、味方がカバーする、素晴らしい、そこを壊した、潰した天蔵、まだピザ前にゴーンがいることが分かっています。あら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 、あえて引かないゴーンで、味方と2車線を組んで、いや2人でグループアップ、メイン側まで引いてきます。ショート聞こえた、アレンショートをこじ開けます。これ A メインフロムザシャドウで飛んでますからね。そうですね、ワインですね、ゴンアルティメットでこのワインをまで飛んで視界を奪われた、アレンを先を先に仕留め、ワンプリツー、血を通すしかなかったんで飛び出すしかなかったか。デリアリを待って、ただ天蔵、ここはゴーン打ち負けません、捉えた、ヒヤッとしたか苦い顔、やるね、リテイク成功、7対0です。なんか話しかけてますね。これさ、これゴンさんなんて言ってたんですかって俺めっちゃ言われるんだけど、あ、天蔵ご飯また行こうな、天蔵って言ってます。これはあの仲いいんで、天蔵とは。これ声まで乗るかなと思って言ってみたんだけど、全然乗んなかった。あれ、味方と2車線を組んで、全然乗んなかったこれ。皆さんこういうシーン来るかもしれないので教えておくんですけど、ぜひ役立ててほしいんですけど、これまあ A 確定してるじゃん。で俺ワイントンで、まあ大体ワイントンだなっていうのはさ、敵もさ分かるわけじゃん、正直。オーメンウルトこの秒数でみたいな。で残り秒数少ないじゃん。これ。クロムザシャドウで飛んでますから。で、ワインですねゴン。でこれでプラントしてるやつ分かったじゃん。で A ショ2っていうのは俺知ってるじゃん。彼はですね、プラントを続けないといけないんですよ。プラントにかかる秒数は4秒かかると言われていて、でこれでもしプラントをやめてダブルピークしたとするじゃん。俺に対して。でそれでもし外してしまった場合、それだけでラウンドを落としてしまう。だから。このシーンは確実に天蔵がプラントをしなきゃいけないのよ。だから、今、このアレンと 1v1 なの、今、俺。それを、俺は理解したから、ここでパラ構えて、この 1v1 仕掛けて、で、その後、味方の合流を待つという。で、このね、あの 1v1 の作り方ね。これ非常にいいです。だから、これも、プラントしてるやつに対してスキルを使うのではなく、プラントを守ろうとしてるやつにフォーカスを当てて、まあ、1v1 を狙おうという、こういう少人数戦
2v2 とか 3v3 とかって1人に対して有利に打ち合うのが鉄則というか、少人数戦を有利に運ぶためのステップなんですね。こうやってで、ここで、待ちながら足カタ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 ってさせて天蔵を焦らせて、はい、はい、っていう、プレイも、まあ、しているので、まあ、今週末よかったら見てくださいということで、以上ゴンの、VCJ こういう多めの脳みそでチームプレイしてるんだぞ講座でした。バイチャロー、応援してくださってる皆さんありがとうございます。本当にありがとうございます。